はい、どうも、秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。今回は POG2022 から23シーズン、配合チェックということで、結構ね、注目の配合を調べていこうっていう形でやっていこうと思います。今回注目する配合は、バゴステゴ、父バゴ、母父ステイゴールド。それこそね、バゴは協会種牡馬 JRA が買ってきて JBBA に形容されているというような種牡馬なんですけども、なかなかね、協会種牡馬って成功例少なくて、だんだん種付け数減っていくことが多いんですよね。バゴもご多分に漏れず、産駆数がね、ガンガン減っていったっていう時期、かつステイゴールドも母父としては評価が得られなかった。母の父として、なかなか評価が得られない中で、この配合がなぜか母父ステイゴールドの、賞金上位2頭、函館2歳ステークスを勝ったクリスマスだったりとか、長く走りましたね。そして、カシオペアステークスオープン特別を勝って金牌4着重賞戦線でも活躍をしたブラックバゴあたりが、母父ステイゴールドの上位2頭両方バゴ3区なんて時代があったわけですよ。でこれを見てね、希望の大地が、ラジオ日経賞3着したんですが、この馬をね POG で指名してみたりなんていうことになって、この配合いいぞと、これ結構だからみんな気づいてたんですね。この配合例増えてます。2020年この世代の3区12といる中で、いろんな、ね、条件見ながら少し取捨選択をして、今回紹介するのは4頭というような形で、紹介していきたいと思います。まず1頭目がサテンドールの20牝馬ですね。お母さんの弟にサトノノブレスという配合、父バゴ、母サテンドール、母父ステイゴールドって言っても、大体もうサテンゴールドの20って言って時点で、ね、バゴステゴ言うてんだから分かるやろみたいな感じなんだけども、なので紹介は省略しつつこの後はねやっていくとすると、サテンドールお母さん自身も2勝を挙げた馬、その弟が重賞4勝という活躍馬、重賞4勝2着菊花賞 G1 クラスの馬と言えますよね。そうなってくるとこの血統のポテンシャルっていうのは計り知れないということになってきます。なのでね、非常に注目の配合と言えると思います。サトノノブレスのお姉さんの、3区ということで、まだね お姉さんもそんなに高齢ではないですし、母父ステイゴールドだから、馬号をつけてみるというふうに今回狙ってみたこの配合の馬たちの中でも、お母さんが JRA に勝しているというのはかなり上位の実績ということで注目に値するのではないでしょうか。で続いて2頭目がニエロの20牝馬、サマーセールでですね550万円というお値段自体はこの今年の、ね、サマーセール去年に引き続きそれまでと比べて2割ぐらい相場が高いという状況の中、安いお値段だな、馬の出来どうなのかな、でも牝馬、馬後の牝馬で日高さん550万円、それはね、馬後もクロノジェネシスとか出して、それなりの繁殖牝馬ではあるんだ、種牡馬ではあるんだけれども、牝馬でこんなもんかというお値段になってはしまいました。ただね、お母さんのお姉さんに2歳女王のローブティサージュ、ローブティサージュの妹の産駒ってことはまだね、お母さん自身もそんなに年齢いってません。そしてね、落札者がバローズの冠名で知られる猪熊さん、ということでね、多分 JRA で走るし、そうじゃなかったら南関東に行っちゃう可能性はあるのかな。今年のね、東京ダービー馬がアラン・バローズ、猪熊さんの馬だもんね。そう考えると一応どっちに入れるのかなっていう情報からチェックしなきゃいけない。もうなんだったらチェックなしで指名するのは最初から怖いもんではあるんだけれども、一個上のね、前傾も競りでちゃんと落札されてね、比較的高額だったことを考えると550万円っていう落札価格はでどうなのかなという気はしてしまいますが、信頼のおける馬主さんが落札をされていますし、一応ねこれは次の情報というかね、今後どんな話が出てくるかというところを気にしていてもいいのかなと思える両決馬だと思います。そしてブブールチャチャの20ボバ、ブブールチャチャの、前提にですね、得たりを、母ホットチャチャ、父ステイゴールドってことですね、得たり王のお姉さんの3区ということになります。得たり王もね、種牡馬入りしましたし、
10勝 2着 G1 2着を繰り返したということでね、まあ、非常に期待をされたステイゴールドの正当後継ともいえる、ね、あの戦績を残したのがエタリオ、まあ、そのお姉さんの産駒ということだけでも期待の両結馬ですし、まあ、ちょうどね2番子、一番走り頃のお母さんまだまだ若い産駒というところでね、2番子から6番子が活躍する確率が高いですよなんていうふうにね言われる中で、まあ、一番いいタイミングというかね、お母さんの年齢を考えたらそんな感じだと思います。まあ、もちろん馬後捨て後の配合で、菊花賞をね2着したエタリオの品形ってことは、まあ、距離的にも距離適性とかねそういった面でも、まあ、馬後捨て後の配合のイメージ通りの馬ということは言えると思います。まあ、競り等で落札されたみたいな情報が出てきてないので、まあ、そこら辺ちょっと情報待ちというところはありますが、まあ、この動画の配信段階前年9月にねちょっと小耳に入れとくというところでは非常にね興味深い配合決闘の一頭になるのかなというふうに思います。まあ、そして今回の4頭目ラクスクラインの20ボバ、これもね競りとかの情報がなかなか出てないんですが、前傾希望の大地、3着ラジオ日経賞ということで、まあ、お母さん13歳児の産駒になります。ラクスクラインがね8歳児の産駒だった希望の大地と比べるとちょっとお母さんが高齢の分出来をもう一回見る必要があるなというのは一つ気になるところではありますが、まあ、でもね期間内確か2勝目挙げたのかな。で世代限定重賞とはの3着3歳重賞の3着がある馬の弟ってことで、まあ、これはね非常にそれだけでも良血と言えるのではないでしょうか。まあ、今回だからね全体的に馬後捨て後という配合に頼ってというところがね多い中で、まあ、近親に活躍馬がいたり自身もそこそこ走っていたりという馬をね集中的にピックアップはしてあります。まあ、この4頭ねどの馬を選んでいただいてもお母さんはおおむね13歳まで、まあ、なおかつお母さんの兄弟に重賞勝ち馬がいるというようなね両決を選びました。まあ、なので、まあ、この馬後捨て後配合昔のねステマ配合みたいに、まあ、ただただメジロマックイーンの牝馬だからって11歳で乗馬、ね、転用されていた繁殖品歴が全くない牝馬にステイゴールドを種付けするみたいな無謀な例っていうのはほぼなくって、まあ、そういう例でね馬後捨て後配合結構やら、まあステイゴールドの、ね、繁殖牝馬は結構繁殖入りしているからそこまで無理して探す必要はなかったと思うんだけれども、まあその中でも良血をピックアップしたというような形で今回やらせてもらいました。まあ、ぜひねこんな感じで馬後捨て後配合どれか活躍をしてくれるんじゃないかなと信じて僕もピックアップをしていきたいと思います。以上ハッチーでした。